どうも、サムライティングの村の皆さん、こんにちは。はい、吉高です。森ちゃんです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。かっこいいっすね。ありがとう。よく言われる。なんすか？いや、この間さ、鈴木さんにポテトサラダ送ったじゃん。はい、あー、チャレンジメニューで出るぐらいです。そう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 。はい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 。まあ、なんか実際食べてもらって、うん、まあ、俺らはまあ完食したなと思ってるけど、実際なんかちょっとさ、うん、こっちなんだっていう感じになってたじゃん。俺ちょっと気まいかなと思ってる、すいません。ぶっちゃけ、まあ、作ったが、まあ、一緒に作ったけど、うん、食べてもらって、食べてるところ見て、まあ、あの食いっぷりもそうだし、なんだろうな、残りっていうか、残ってないようなもんだし、うん、俺らがその、あれがクリアできたと思ってたら、うん、少なくとも俺もそうだし、ユマもそう思ってるから、あれはクリアできたんじゃないかなって思ってる。作った側が言うたとはそれでいいんじゃないですか、分かるんですけど、ただ実際その、まあ、僕もその、まあ、見て、普段のマックスさんの食べっぷりとしてはちょっと綺麗なものでは、まあ、到底言えなかったですけど、まあでもガチってそういうもんでしょ。俺らが白って言ったら白だ。まあ作ってますからね。今回はあれですか、またチャレンジメニューですか。いや、今回はゆっくり美味しく食べてもらえたらいいかな。グルメ界に近いから。あ、なるほど。じゃあ結構ゆ、まあ、鈴木さん、マックスさんにはゆるく食べていく。そうだね。でも何作るんですか今回は。夏だし、うん、ちょっと最近草暑いじゃん。草暑い言い方よ。あの、とても暑いので、あの体力をつけてもいただきたいなって。なるほど。夏バテ解消とかにいいように、はい、カレーを作りたい。で、まあ、普通のカレーだとさ、うん、もう鈴木さんも何度もいろんなの食べてるからさ、確かに。ちょっと夏らしくレッドカレーっていうのを作っていこうかなと。レッドカレーですか。タイカレーの一種なんだけど、グリーンカレーとかイエローカレーとかって、その中のレッドカレーってある。それにちょっと夏野菜をいっぱい入れて、スタミナつけてもらおうかな。なるほど、はい、もうなんか料理人っぽいっすね。ちょっとちゃんと料理したいなと。今までちゃんとしなかったり。いやいや、してたけど、まあまあまあ。ってことは、吉高さんのじゃあ今日は完全に料理人モードということで。そうだね。はい、はい、レッツということですね、うん、はい。じゃあ毎回、多分俺恥ずかしがりながら、恥ずかしがりながらって今も恥ずかしいんだけど、うん、慣れてないし。でもそれ間を置いてやっちゃうから、多分余計なんかこう滑り芸みたいになっちゃうんですよ、多分ね。サクッとこう、ちょっとこなれた感じでいくわ。オーケーです、オーケーです、うん、レッツクック。よし、ダメ、やっぱダメかもね。やめるよ、ボトルね。はい、ということで料理が出そ…間違えた。はい、ということで食材が出揃いました。はい、めちゃくちゃ使いますね。そうね、今回ちょっと食材いっぱいだね。今回何を使うんですか。今回は、レッドカレーを作るんですけど、はい、食材としては鶏肉とエビ、レッドカレーのペースト、今夏なんで夏野菜メインに、お野菜、蜂蜜、ナンプラー、ココナッツミルク。吉田さん、俺さっきからちょっと気になってたんですけど、はい、まあ、右下にあるこのローレル、ローレル、はい、ローリエ、ローリエ、うん、なんか呼び方いっぱいある。なんか月桂樹っていうの葉っぱ、なんかオリンピックのこうなんか草の冠ある、それを乾燥させたもの。これ何なんですか。臭みを取ったりとかするときに入れるもの。チューとかカレーとかなんかそういうのに入ってる。あ、そうなんですか。肉料理に入ってる。はい、勉強なるな。ちなみになんかこうポイントというか、レッドカレーこれから作ってみようかなっていう人なんかおすすめのポイントとかありますか、食材の中で。一応蜂蜜は今回まあ鈴木さんがそんなに辛いもの得意じゃないから、辛みを緩和するために入れるだけで、これ別になくてもいいから。あ、なるほど。むしろないと成立しないのは、まあ、ペーストはもちろんなんだけど、うん、ナンプラーとココナッツミルクがないと。あ、そうなんですね。出来上がらない。ナンプラーっていうのは魚醤だね。言い方あれだけど、臭い。あ、結構じゃあ匂いが強いんです。そうだ。じゃあナンプラーとココナッツミルクはどこかで作るときはマストと。はい、じゃあ以外もう何でもいいです。入れたいもの入れてください。じゃあそんな感じで作っていただきましょう。はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。まず何からいきます。じゃあまずナスからいきます。おい、ナスは輪切りにして、うん、一回アク抜きします。輪切りにしたアク抜き。はい、蓋を取って下の部分落として肩も輪切りにざっくり。待って、俺スーパー今思ったこと言っていいですか。何。吉高さん右利きじゃないですか。うん、右側から取らないと全然切ってるとこわかんねえと。アク抜きはこれ水にあの、さらすだけで大丈夫。どれぐらいさらすんですか。どれぐらいだろうね。10分くらい。10分ぐらい、うん、おい。次はアスパラですね。アスパラちゃん、アスパラこの下の部分ちょっと硬いんで、うん、ここを切り落として、これガクって言うんですけど、このガク、この部分、うん、この部分も硬いんで取っちゃいます。おーい。へえ、そうなんだ、うん、全然ピント合わねえじゃん。あ、なるほど、そこを取るってことですね。そうそうそう。で、あとは下の部分の皮が硬いから、うん、これもちょっとピーラーで。あ、なるほどなるほど。入れちゃいます。まな板の上に置いて転がすようにやるとやりやすい。へえ。これ全部やっていきます。はい。納豆キムチ、納豆キムチ。
納豆キムチ納豆キムチ使えねえんだって回ったって聞いちゃったからこれは一口大サイズぐらいですか。そうだね。じゃあアスパラカットいただいて、はい、水煮のヤングコーンですね。あの生のヤングコーンでも大丈夫なんですけど、うん、めんどくさいんで水煮にしました。い生でも水煮でもそのまま一口大に切って、うん、終わりかな。い続いてオクラなんですけど、い産毛を取りたくて、産毛で、はい、こうなんかこうちょっと毛が、あーなんかうっすら、そうそうそう、このまな板の上で塩でこうゴリゴリすると取れるんですけど、はいはい、一本ずつやるとめんどくさいから、うん、この袋ごと、あ、袋ごとさそう、このままで、オクラだけはちょっとあの後入れなんで、うん、これだけちょっと軽くボイルして茹でて、うん、最後に入れる感じにします。取らなきゃいけないところはここの硬い部分、ここの硬い部分を切らなきゃいけないのと、はい、あのこの周りのちょっと黒い筋が入ってるところ、周りの黒い筋が入ってるところ、はい、おやべえ、取り方下手で絶対視聴者さんからコメントくれ。見えるかな。あ、見える見える。取ってあげる。2箇所っすね。はい、ピーマンとパプリカ、はい、いきます。はい、まあ、構造が一緒なんで、うん、半分に切って、はい、で、種の部分をこう、うん、手で、はいはい、ちぎっちゃいます。この中の、これが苦いんで、なんか白い筋みたいなやつ。あ、それ苦味の元なんですね、うん、へえ。あんまり美味しくないからこれも取っちゃって、種を取って、これはもう千切りか。これ千切り、はい、で全部これをやっていきます。はい、じゃあパプリカ、はい、はい、パプリカも一緒です。ただこれそのままこうさっきピーマンみたいにゴリってやっちゃうとちょっともったいない部分できちゃうから、うん、はいはい、これはその包丁で、あ、パプリカはちょっと丁寧に、丁寧にちょっと切ってあげて、うん、この白い部分も取って、うん、ちょっと大きいので、はい、白い部分が包丁で丁寧に、あ、確かに大きいですね、取ってあげる。で、エビです。はい、まあ、むきエビがあったらそっちの方が楽だからいいんですけど、うん、なかったんで、うんうん、今日は普通のエビです、皮付きの。はい、まず皮を剥いて、はい、剥いて、まあ、尻尾はもうついててもついてなくてもどっちもいいな、好みで。で、皮剥いたら背わたが入ってるので、ここに背わた、これ取れるかな。ここをちょっと切り開いて、はい、背中をピッてやって、背わたが、え、な、いなくね、あ、な、なんか綺麗ですね、この子いない。あ、個体によって違うんですか。いや、多分頭取った時に取れちゃったんじゃないかな。あー、じゃあ結構うまく見てくださったんですね。ね、美味しくないからとか舌触りが悪いからっていうのもあるけど、うん、あの体に良くない。あ、シンプルに悪いんだ。そう、シンプルに体に良くないから取った方がいい絶対。へえー、素晴らしくなかったっす。どうすか、もし、あ、当たった、はいはい、背わた、ウェイヨー。じゃあそんな感じで、うん、エビちゃんも、はい、最後ですかね。はい、最後鶏肉ですね。鶏肉はもう一口大に切るだけですね、うん、あとちょっと余分なこういう油を、はい、外しちゃいます。おい、鶏肉を最後にしたのは、うん、まな板洗わなくて済むから。あー、そっかそっか、そう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 、賢いでございます。まあ、これはもう皮ごと、皮ごと、本当は外したい、本当は外したい。皮が好きじゃないから。あ、じゃあ皮が好きじゃない方は外していただいて、あってもなくてもどっちでもいい。おい、はい、ということで調理がもろもろ終わって、はい、マックス鈴木さんに来ていただいたんですけれども、出来上がった料理の方をお見せしましょうか。はい、はい、今回こちらです。夏バテ防止にレッドカレーです。うわぁ、香りがすごい、香りがすごい。え、これを何、どうすか。これをただ、あの吉田さんに実際作っていただいたんですけど、マックスさんが食べる米の量とかも分からなかったんで、総重量を決めたいなと思っております。総重量決めたい。今だいたいカレーが5キロ弱ぐらいかな。まあ、マックスさんがもう食べたい量を言っていただいて、それをそのまま提供させていただいてっていうふうに考えてます。うん、どれ全部、全部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 結構な量です。お米を3キロぐらい使って、7キロ、8キロぐらいで食べようかなと。マジっすか。それぐらいいきたいですよ、逆に。あとこれめちゃめちゃうまそうじゃん。これ全部いきます。うん、もちろん。なるほど。でも本当にリアル飲み物だと思うよ、これ。マジっすか。うん、サラサラ飲むんだって。じゃあちょっと普通に何キロっていうふうな話今からするのかなと思ってたんですけど、じゃあ全部お渡しするということで。ね、前回やっぱほらポテサラチャレンジだったんで、結構そうっす、ね、ヘビーなね。ちょっとグルメ会でお願いします。今回グルメ会で、はい、侍からのレッドカレーのデリバリーということで、まあ、デリバリーテイクアウト、テイクアウトですね。侍テイクアウト、侍テイクアウトということで、はい、はい、
俺だってあれもやっぱポテサラの話をしときたいのここでいろんなコメントあったんですけど、うん、まあその成功不成功っていうかそこまでなんか細かいレギュレーションも決めてなかったし、僕からしたらこう見たいものを見せていただけたらと思ってて、で量に関してもまあ僕の中でも1分 300g っていうのが頭の中にあって、まあ量に対して6キロで20分で1分で 300g ぐらい食べたら結構なハイペースなんだろうなって、まあ、やらせていただいて、ギリギリ攻めて、まあ、ギリギリの内容になってたんですけど、侍運命的には成功という形で、うん、はい、認知してます。はい、ありがとうございます。ということはスニーカーのプレゼント、いやいや、まさかそんな都合のいい話がね、毎回毎回もらえると思ったら結構間違いです。まさか、はいはい、まさかまさかの、はい、来た、分かる人には分かります、これ、はい、はい、ドーン、人参の下に、ジョーダン、人参にできた、うえー、来たジョーダン6、ジョーダン6ですよ、最近ちょっと復刻がありまして、なんかあれぐらい限界ラインだと、また次もちょっとやりづらいもん。今回グルメ会にしますけど、その次どうなるかちょっと覚悟しといてくださいよ。デルンバチバリーっつってマイケル・ジョーダン、そういう一足でございますんで、はい、そんなめちゃくちゃいいものをこの後でちょっと恐縮なんですけれども、あの前回あの侍の動画で激アツ激辛激爪の動画が先週かな上がってたと思うんですけども、きたー、これはまさかの、これかなり新しいですよ、見てください、 MX90 の新しいやつ、ワールドワイド、どうすか、あざーす、これかなりの新作ですよ今、ということで約束通り侍から侍から、まあ我々の時期からポケットマネーから、はい、そうだよ、これ多分2層が多分4万ぐらいしたんですよ多分、いやほんとね、メインチャンネルでアイドルの推し発表してまた炎上すればいい。本格的にちょっと侍でもスニーカーチャンネルとしてね、はい、頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなあのグルメとファッションチャンネルを交互している侍なんですけども、今後ともよろしくお願いします。はい、生きてるって楽しい。はい。ここです。で僕あのまあこれで、まあ、動画の締めになってくるかなと思ったんですけど、ちょっと気になったんですよ。サムライティング最後ちょっとスニーカーチャンネルっぽくなったじゃないですか。ユウマさんと吉高さんの足元かっこいいじゃないですか。かっこいいですよね、まあ、私もかっこいいんですけど、うん、かっこいいんですけど、うん、あら、ようこそ振ってくれました。これジョーダンのあれじゃないの、これね、ナイキのね、デシューツっていうね、デシューツっていう、あ、本当だ、これフジロックのあれなんですよ。最近俺の服全部パクる、パクりますね、うわ、パンツとかシャツとかもペイズリーもパクるし、ヒョウガダもパクるし、いろいろパクってる、マジで徹底的にパクってくる。あれなんかファッションチャンネルですかこのチャンネル。え、今頃気づきました。嘘でしょ。でもガチなこと言うと、この方ガチのモデルさんでしたから。そうですね、結構精通されてるんです、その世界に、大手ブランドだから、どんどんもうあの大食いとか早食いっていうのはちょっともうガオぐらいにしといて、うん、こういうの見てきますから、よろしく、おいこら、その遅刻ナイキのマークつくかもしれない、はい、ウィズのマークつくかもしれない。よろしくお願いします、はい、一回アウトレット回る動画撮ろうよ。え、それ男気でやる。え、男気、うん、俺も全然いいけど、イーティング全然関係ないし、いやだって財力持たないでしょ男気やったら。だって一回5万ぐらいの支払いの時泣きそうなってた。そうだよな、青森で。俺皆さんと違って俺だけサラリーマンやから。いや普通に買い物するでいいんじゃない、そのなんか、うん、差し馬でやればいいじゃん、その時のなんかノリとかで。そうですね、あれはいいよ、誰かがこうテンション下がるようなことしたくないから、うん、で、あの全部の試合すべてマックス引きさんやったら僕はもう、おかしいおかしいおかしい、ケイじゃないし、ポケットじゃない、おかしいおかしいおかしい。